だし、他のメンツだと免許持ってないやつとか乗ってたことが多かったからね、未成年とか。大和高田市なんだって、うん、変なところ走って乗っとるから、静かにのあの案内もないから分からないの。なんか川沿いを走ってるってのが分かるけど、大和高田だったらカラオケ屋も2つあるし、快活クラブもあるね。さすが快活あるの知ってる、あの動画の企画であの行ったことがあった。すげえ、汽車のマークや。これが JR か。え、その先は？なんだろうね。これもちょっと、これ近鉄か。ちょっと気になるからこれは見よう。これ近鉄っぽいな。手前が和歌山線。うん。今のがあの近鉄線大和高田駅。はい。今の大和高田駅なんだ。はい。もうそんなところに来てんだ。はい。で、でもね、このすぐあの国道に出ます。あの中のある国道か。またあの南高線だなこれ。国道に出ます。で、あのこの道を越えで、はい、右に曲がってズドンと行ったら高田の駅、JR のの方に行ける。いや、もうね、全部高田は過ぎてる。あ、過ぎてんだ。うん。の今その北の方行ってるからね。そのまま北の方向いてるね。はい。ここは本来あの右に曲がる方がいい。あ、招き猫あるね。マネキさんはね、マネキさんはね、ダメですよ。バンバンさんの目の前で。別にいいけどね。昔マネキって言ったらやらかしたことあるわ。これ絶対使えねえけどさ、オンエアで。はい、あの、まさかの店に応援に行っとった時に、うん、まあ立ち上げもしながらな感じやったんやわ。うん、で、競合調査で、招き猫、あの、まさかの招き猫に行ったんだ。はいはい、うん、で、そっちの店長が行けばいいの？俺が行ってさ、うん、うん。で、店長様いらっしゃいますかって、あの、うち競合調査するときに、ね、あの、大きく2パターンあるんさ。要は、こっそりとお客さんのふりして行って、あの、いろいろと情報をチェックしてくるタイプの人と、うちの場合はもう、あの、競合店のバンバンでーすって言って、うん、名刺持って行くっていうパターンやって、うん、すいません、だからバンバンなんですけど、店長様いらっしゃいますかって聞いたら、今日、本日あいにく2人でしてって言われて、そうしたら奥から全然別の、なんかスーツを着た人が出てきて、あ、でも私が代わりに対応しますよって出てきて、うん、うん、と思ったら、エリーマネかなと思ったら、統括ディレクターとか書いてなくて、東海エリア の統括責任者みたいな肩書きの人が出てきて、やってもうたーって、俺あたかも店長のふりして来とるけど俺店長じゃねえしまさかの店長じゃねえし、しかもその当時役職まだ、うん、あの時は主任、店長代理かな、店代だったことかな、役職だけはついたもんでね、あのとんでもない理由で、はい、まさにその店の立ち上げの時が、その店を立ち上げるってなった時に、エリアリーダーが名古屋の人やって、うん、でこれ通ったねこの店、通ったよね、通った記憶あるねこれ通ったなこの道、はい、やっべえマジか。じゃあ今本当にずっと北向いて走ってるね。はい、ほんとこのまま見たら鳴らしに行けちゃうやん、うん、よし、いや遠くは終わる場合まっすぐ走ろうでもじゃんけんは好きなタイミングで言うそうしよう。で、あ、そう、昇進したタイミングがひどくて、で、その、まあ、居抜きやからさ、もともとカラオケ屋さんがあったわけや、はい、で、
で、そのから揚げ屋さんっていうのが、いわゆる土地持ちのオーナーさんなわけよ。うん。うん、のところで、自分の土地のところでやってます。で、その土地のところを、うちのところが、要は、こうやって、その今までから揚げ屋さんのオーナーやった人が、家主さん、はい、うん、地主さんみたいになって、うちのところが借りますよみたいな契約をするっていうパターンで。で、そっちの方に行った時に、こっちの土地わかんないからちょっとついてきてよって、そのエリアリーダーになるかお父さんって呼ばれとってんけど、全然年上の人やね、お父さんちょっとついてきてくださいよって言われて、あほう、いいですけど、って言って、ついてって。で、向こう、ね、名刺交換になって、でエリアリーダーが渡してて、向こうが出てきたのが社長と常務やったんや、でこっちがエリアリーダーで、俺の名刺が平社員やったんや、当時一般社員やったんや、で、ちょっとお父さんさすがに、平の社員でと2対2だとメンツが立たないよってなって、いやそんなこと言われても私の役職が平社員なんでってそれはまずいよって言って、で次の時に店長代に変わっとった。ラッキーって店長代理も、うん、うん、まあね、さすがにすぐに店長は無理やったもんね。でもそっから2ヶ月ぐらいで、結局店長の役職にしちゃったからね、あの時期月1で飯頼んどったもんね、これで、いやあの時期はすごかったな。禁煙活動を始めた時期でさ、会社が、エリア会議は面白かった。店長が16人ぐらい集まるのかな、当時も結構いろんな店が増えとったから、東海エリアだけでも16人ぐらい集まる、10、向こうの本社から来る人は含めて16人ぐらいか、10人ぐらいか、店長今までは、もう変な話、会議中もタバコプカプカ吸えた、カラオケルームやからさ、普通に、ね、喫煙もできるしっていうところで吸っとったんやけど、社長が禁煙を始めて、で社長が禁煙で成功して、でこれはやっぱいいぞってなって、会議中は禁煙にするようにしようぜっていう話が出て、大体どのエリアももうカラオケの店長なんてみんなバカっすか、ね、タバコ吸う人間の集まりやからさ、あれやったんやけど、じゃんけんやっとく、最初はグーじゃんけんパー、はい、すごい交差点やな、セブンとローソンがこんな怖いと同州で、そんな中、東海エリアの会議で最初にもう禁煙化が原因折り合ったからな。常務から話持ってきて、常務も禁煙に成功したんさ、で、ぜひ禁煙でやりたいねってなっとって、絶対俺にわざとやと思うけど、もう話持ちかけてきて、要は俺スワンの人で有名やったから、逆にもうスワン店長なんて全国探して10人おるかぐらいの勢いやったから、そんな喫煙率高いんだ、ほんのに高いで、俺のところに話してきて、それはいいと思いますって放課の店長が、山ちゃんやめてってで、エリアリーダーもそれで禁煙チャレンジ中で、でも半年ぐらい取ったんか、その会議が始まる頃には、なんとかこれで成功できそうですっていうのを取って、いうタイミングでやってます。やばかった、もう みんなみんな手がプル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 震えてくるヘビースモーカーばっかしやからさ、プルプルになってるのを見てさ、楽しくなってさ、俺と常務でさ、すっげえ話長引かせてしまってさ、常務が、今日はなんか頭で、さえ渡るなーとかって、それ、山田君どうだい、今日は会議やりやすいかいって、そうですね、今日は非常に空気が澄んでやりやすいですねって。娘じゃないの知っとるさ、俺が座るのは他のな店長たちもみんな知っとるもんでさ、ここだとまかに怖いってで休憩時間になったら隣にちょっと小さい部屋を一つ貸し切っといて、そこを喫煙ルームにしとったんや、
バーってみんな走って出てって、うん、で俺とエリアリーダーと常務とあと2人残ったのか。あ、そう、カンフットエリアから来た若い店長が1人、新卒の子が1人と、その子もすまんねん、あー、タバコ吸ったことねえずーって言って、で、もう1人残ったんや、あという店長から残って、あ、そうなんですねってなって、まあ意外じゃ意外やったし、まあすまんって言われたら、まあまあなんか来てたね、結構普通のサラリーマン風な人やったから、とって中途採用に入ってきて、うん、まあすまんって言われたら、まあすまんだよなって思ったけど、あ、すまないですねって、そういえばすまないですね、あ、そういや見たことないなと思って、ちょっとあの、ムカムカしとるところな、うん、その店長もわーっと集まっとるときに、みんなでおるところにはおるけどって、それから、あ、僕はもう二十歳でタバコやめましたんでって、そっちかーって、やっぱ若い頃はいろいろとてんだって。で、残念ながらそれが典型的な成功例として、ね、社員の素敵な声をお聞かせくださいって言ってね、乗って、よし、じゃあ全国でやるぞってなって、全国の店長から、わーって。茨城あたりの店舗からの悲鳴は、直接伝聞で伝わってきました。